はい、おはようございます。すです。今日ね、4月28日、FOMC 前に様子見、Google カム決算、ピンタレストなぜ下落っていうね、内容でお届けしたいと思います。今日はそんなにニュースないんですけども、決算がかなり多くあるので、まあ、決算のね、あの、なんていうんですか概、概要だけ、本当、ささささっとやっていこうかなというふうに、えー、思ってます。Google、Microsoft、ピンタ e s t エンフェイス、スターバックス、AMD ですね。それらの決算が出てるんでね、それらの決算をね、もう今日朝1ね、この10分だけでね、15分かな、だけでね、さーっと見ていきましょう。えーね、もし最後まで見ていただいてね、いい動画と思っていただければ、チャンネル登録、いいねしていただけると嬉しいです。初めての方は自己紹介ですけども、もともとエンジニアしてまして、その後アメリカのゲーム会社でデータなり、そして今、米国の投資事業をしてます、ツイッターの方ね、r の方ね、o v e s t e c でやってますので、こちらも合わせてお願いします。まあ、今日ね、そんなセンシティブではないと思いますけども、 えー、今日のね、動画皆さんの参考になれば幸いということで、え投資家自己責任でお願いします。今日のニュースですけども、今日はまあ、様子見っていうところが感じかな。ただ、 今週月曜日、火曜日と、あとは、月曜日と、あと先週の木金とね、ちょっとテックが上げてきた、小型のテックが上げてきたっていうところがあるので、若干そこの周りに調整が入ってて、で、逆にダウンが下げてたので、そこが若干上がったみたいな、そんな感じの相場だったかなと思うんですけども、非常に様子見相場だったかなという感じがします。 ただね、えー、と金利は結構上がってますね。えー、プラス0.05ということで1.625%で、これはちょっと FOMC 前にちょっと緊張が走ってるのかなという感じがするので、まあ、一応 FOMC、今のところ何もサプライズがないと予想はされてますが、もし,もしね、なんか FOMC で変な 発言が出れば、この金利がググって高くなって、テックとかちょっと辛い展開になるのはあるので、割とこの FOMC 次第っていうところはありますけども、一応マーケットの予想は何もないだろうという話をしています。今日のヒートパップも全体的な動きなしですね。まあちょっとポストコロナがね、若干反発しましたねっていうところが全体の流れ。そしてテスラがマイナス4.53ということで、えー、とテスラの計算ちゃんと見なきゃいけないんですけどもね、おおむねクリアしたかなと思うんですけども、 まあちょっとマイナス4.53とちょっと売られてる感じですね。ちょっとここはしっかり見なきゃいけないなというふうに思ってます。そして、えっと、ここね、UPS と FedEx なんですけども、昨日 FedEx がすごくいい決算を出しました。確か航空需要がなんかが、貨物のね、航空需要がすごい増えたとか、そんな感じだったと思うんですけど、FedEx ね、もうすごいいい決算を出したということでね、FedEx の株価上がってます。まあ今日のメインニュース、 これですね FOMC 終了前に様子見。FOMC がアメリカ時間は今、今日火曜日が終わったところなんですけど、まあ明日水曜日ですよね。えっと、FOMC が今日明日っていう開催になります。そして明日の,、えー、の何時か忘れちゃったんですけども、もパウエル議長から会見があります。なので、えっと、それまでは完全に様子見という感じのマーケットの判断です。で今のところ、FOMC の会見で何が予想されているかというと、基本的に 中央銀行の政策変更には何も、政策には何も変更がなしと。今まで通りインフレと完全雇用が達成するまでは、あのテーパリングとか政策金利の引き上げとかは言及しませんということが基本的には予想されています。基本的にはね。ただし、まあ、この記事にも書いてある通りだし、いろんな人がもうすでに言っている通り、おそらく次の FOMC は確か5月はスキップして6月だったと思うんですけれども、おそらく6月の FOMC、もしくは 7、8あたりで、パウエル議長は、おそらくテーパリング、あの債権改例を緩めるっていうことをアナウンスするんじゃないか、で、それの開始時期は来年なんじゃないかっていうことはもう各所で言われてます。まあ、もし今回、その発言が今回出たら、さすがにちょっとビビりますけども、まあ、そういった雰囲気とか、そういった空気が醸し出されるぐらいまでいくんじゃないかなとかは思ったりします。で醸し出されると ただあの、結構4月、3月、ごめんなさい、3月2月、3月を、ね、マーケットギクしャクしたのは、結構それを織り込んだんだろうなっていうところはあるので、急にね、なんかその6月、7月とかにテーパレン返しますって出てきても、そんなにマーケットとか混乱することは、今のこのニュースとかマーケットの雰囲気を見てるとないんじゃないかなとは思います。結構織り込んでる。もし今回ね、 先駆けて出ちゃったら今回荒れますけども、6月、7月にかけてそういう流れになっていくんだろうなというふうには思ってます。はい、その他のニュースだと、まあ、あとね、だから FMC はそれ以外いろいろ書いてありますけども、もう明日待つまでしかないんで、明日発言聞いてからちゃんとニュースにします。で、この他、ちょっとだけね、えー、とニュースだけで言うと、Spotify、Facebook がクリエイターサポート強化というニュース出してます。えー、マーク・ザッカーバーグね、えーと、インスタグラムで、あのー、なんかブランド ブランドっていうか、なんていうのかな、そのスポンサー、うんー、まあ、もを売りたい人たちが、あの、インスタグラマー、インフルエンサーを、まあ、直接、あの、なんていうのかな、直接契約できるプラットフォームみたいなのを作るみたいなことを言ってます。で、だからほら、今までってあれじゃないですか、その、ターゲティング工具とか連動工具だったけど、今回はそのダイレクトにクリエイターに対して、その、スポンサーするよみたいなのをネイティブ機能として入れるってことですね。で、Spotify が、えっと、Podcast の機能で、あの、 サブスクリプションを入れるということで、共にクリエイターサポート強化です。で、これはもう当然の流れで、2020年代です。あの、今年は、今年というか今後2020から2030年まで、あの、クリエイターの時代がすごく本当にメジャーな時代になってきます。 2015年から2020年までインフルエンサー、インフルエンサーって呼ばれてましたけども、あれらは本当に時代の走りで、本格的にもうクリエイターがあの中心の世の中になっていくんだなって感じがします。このーマーク・ダッカバーグのニュースとかね、あのー、なんかブランドが直接インフルエンサーに、あのー、スポンサーできるんだって、これ結構驚くことで、これってもうブランドの負けですからね、事実上。いずれ、だってブランドがさ、ね、例えば、 いたら申し訳ないんですけど、ナイキとか、あの、要は、グッチとかの人々が、もともとナイキとかグッチってそれがブランドがあって、それで売ってたじゃないですか。で、広告とかして、なんかその、ナイキのブランド、グッチのブランドを作ってたじゃないですか。それで彼らは売ってたし、あらりを稼いでたんですけども、それでもし売れなくなったからってインフルエンサーに頼んだら、そのブランド価値をわざわざクリエイターに渡すことになるというか、 あの、クリエイターのブランド価値に依存するようになるってことなんで、これはただ始まりに過ぎなくて、どん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 、そういう大企業が作るブランドっていうところが、あの、力を失って、 あの、個々のクリエイターのね、ブランド力っていうのがもう上がっていくっていうのはもう2020年代の避けられない流れなのは間違いないですし、それらをね、強力にお勧める一手かなというふうに思っています。で、これは何もね、服とかアパラレルだけに限らず全てのことに共通すると思います。現にね、私の YouTube、皆さん見ていただいてますけども、私は別に何とか証券のアナリストでもないし、ね、何とか投資銀行のチーフ何とかでもないし、ね、まあ、一応、アメリカのベンチャーキャピタルっていうのは本当ですけども、 まあねあのー、なんとか証券チーフアナリストよりも、今もう皆さんね、YouTube とか Twitter とかで投資を勉強する時代になったっていうのもね、一つ、そのクリエイター時代の早朝だと思うので、これはもう見過ごされるがちなニュースですけども、もう本当に個々のクリエイターが世の中のトレンドを作っていくっていうのも,もうメジャーになってきてるという証拠の一つだと思います。はい で重要、えー、イベントですね、FOMC、今日明日でやってます。そして、米国雇用統計が来月頭、そして、物価指数が来月12ということで、うん、まあ、そう、うん、よっぽど雇用統計、消費者物価指数で、よっぽどその期待から外れた数字が出ない限り、まあ、そんなに心配してないなという感じはあります。で今日のマーケットの注目ポイントは、まあ、FOMC を前にね、様子見、なんもサプライズないと予想されて、テーパーティングが出ます、会社はね、マーケットの乗り込めつつ、その日雰囲気ぐらいは出るかもなでた方がで、むしろ出た方がいいんじゃないかなと思ってます。 決算パートいきましょう。グーグル爆裂決算ですね。株価も非常に伸びてます。えー、何が爆裂かって言って EPS ビート10ドル。これやばいですよ、これ。EPS が10ドルも伸びるって異常ですからね。なんかどっかで言うと YOY100 何%、1340%ぐらいらしいですね、伸びが。いや、すごいですね。売上も34%ですからね、この規模で。55ビリオン四半期の売上で、要は5.5兆の売上 市販機で規模がまだ34%伸びてるって。やばいですよね。内容をちょっと見たんですけどね、YouTube が YOY50 で伸びてますあんで。YouTube なんてあらりの高いビジネスなんで、まあその辺がね、多分その Google の強さを牽引してるんじゃないかなというふうに思ってます。この、あのー、ね、景気回復のね、あの状況下でね、本当 YouTube よくやってますよね。すごいと思います。はい。マイクロソフトは、まあ予想通りだったんじゃないかなって感じがします。 えっと、ギャップも1.95で、まあ、17セントを回る、えぇ、ー、という感じでね。まあ、他の決算で起きてるような EPS、あのー、予想超え祭りにはならなかったんですけど、売り上げもね、47ビリオンで19%で860ミリオンオーバーということで、ま、おおむね予想通りでしょうという雰囲気はします。うん。まあ、これだけを見ると予想通りというか、まあ、結構好調の予想通りっていう感じなんですよね。あの、好調でした予。予想通り好調でした。 で株価も今までまあそこそこ順調に上げてきてるんですけども、多分マーケットはもっと,もっとすごいことを期待したんだろうなと思います、EPS とかね。だから、ちょっとこれも,もうあのなんかアフターアワーがここに、時間外がこうこう計算されてるんですけども、ちょっとね、あの若干多分マーケットが期待した EPS よりも低かったんだろうなという感じがしますけども、概ね量決算だと思うので、あのこれでマイクロソフトが曇ることは1ミリもないと思います。はい AMD、これ、いい決算だと思います。えっ、ー、と、EPS はね、普通なんですけども、売上92%でやばいですよね。YOI92 って、この規模の会社でね。すごいと思います。うん、で株価はね、3ヶ月目って振るわないんですけども、おそらく割高すぎたんだろうなっていう感じがします。ただ、92%も成長すると、PSR とか PR の圧縮はすごく進むと思うので、あの、ここまで成長すると、ちゃんと見ないといけないですけどもね、ここまで成長すると、ひょっとしたらね、今後、あの、どんどんどん,ん AMD も、 NVIDIA と同じようにね、身軽になっていくことはあるかもしれないですね、と思ってます。はい、ただ、もうちょっとやっぱ詳細見て、まあ、半導体は私あんま詳しくないので、もうちょっと半導体のマーケットとかね、そういったところ見なきゃいけないんですけども、決算だけを見る限りはいい決算だし、ペースアルリーまで高かったと思うんですけども、92%も出ると、もう半年以内にはバランス点に到達すると思うので、あのいい決算だと思います、はい。エンフェイス。ちょっと物足りないですよね、予想を超えたというものの。うん、ちょっと僕もうちょっと期待してたんですけどね。 4 6 y o y か、エンフェイスっていうのはあの、アメリカのソーラーパネルの大手です。で、個人向けにも企業に向けにもソーラーパネル売ってるし、あのバイデンさんと言ったけどに、クリーンエネルギーっていうところの流れでもね、 そのソーラーパネルって期待したけど、ちょっとこれ弱いですよね。今まで100%とか成長してきたのが、結構ブレーキかかってるなって感じがします。で、エンフェイスっていうのはめちゃくちゃ割高な銘柄なので、ちょっとこれはもう耐えられないんじゃないかなと思うので、しばらくよくよくするんじゃないかなという予想があります、うん。決算は予想通りですけども、あの株価を上げるほど、今の割高のエンフェイスを支えるほど、まあ、 うん、いい決算ではないかなという感じがします。これもう典型的なあの原則決算なので、原則決算の、ね、予想を超えてもしょうがない。これはちょっと決算の読み方で動画で出したかったんですけど、ちょっと今日まで間に合ってないので、どっかで出します。この辺のどういう決算のあれだったのかっていう。スターバックス。 結構ミスしたかなという印象です。意外ですね。もうちょっとこのリアルワールドでみんなコーヒー飲みまくってるかなと思ったんですけども、EPS もね、0.62でわずか9セント超えだしという感じです。ただ売上 YOY10% 自体はかなり過去のスターバックスから見てもよかったと思います。スターバックスたちは10%切ってたと思うんですよね。なので、まあ、おね予想通りだけど、マーケットはやっぱ今までのポストコロナのかな、レストランとかの見れば予想ぐらい超えてくるでしょうぐらいは期待してたのかなという思いがあるので、 まあ、3ヶ月株価上げてきましたけども、ああ、ちょっと予想外したのかというところで若干期待値が下がったこの株価の下げかなと思うんですけども、まあ、あれだと思います。そんなに、あの、スターバックスの一応株価とか、あの、現状のね、この状況が曇る感じでは全くないと思います。ちょっとミスしたかなっていう意外で感じですけども、私も意外でした。これここまでミスするんだと。ただまあ、あのー、そんなに割高な銘柄でもないですし、まあ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 ,まあこのまま、 YOI10% だったら年間株価10%成長するような雰囲気なんじゃないんですかという感じはします。はい、そしてピンタレスですね。あの一番今回ダメージ苦だったのはピンタレスかなと思います。えー、EPS とかレベニューは良かったんですよね。EPS0.4 セントオーバー。そして売り上げも10ミリオンオーバーでほぼ予想通り、YOI78 ってことなんで決算は素晴らしいと思います。素晴らしい。うん いい人も高いですね。いいと思います。うん、ただやっぱ MAU がね、予想より下回ったっていうのは、これは優々しき事態だと思います。シェアマイナス10%でね、時間外で国家コンでストーンと落ちてます。はい。で、あのー、SNS の会社っていうのは、 あの、ユーザー数が命です。売上達成してても、ユーザーが減ってれば株価落ちるし、売上見捨ててもユーザーが伸びれば売上伸びますっていうのが真実です。で、なんでかっていうと、あの、今これユーザー YOY30% 伸びてますよともいう書いてあるんですけども、クォーターオーバークォーターだと、まあ13%伸びて6、6%伸びて、3.8%伸びて、4.1%伸びるって感じなんで、今、ユーザー成長でいうとね、4%ぐらいの成長の会社なんですよね。4%成長っていうと、大体1年間で17%伸びる会社です。これがその、 Pinterest、えー、に対する正当な評価です、ユーザーが17%伸びる。17%って割と普通です、うん、そんなにすごい会社じゃないです。30伸びたらすごいですけども、ユーザーが17っていうのはまあまあまあ普通かなっていう感じです。まあ、特に Pinterest の時価総額の規模を考えると、17じゃあちょっとスナップとか Facebook とかと比べたときにちょっと物足りなくねっていう感じはあります。 で、アープが34%。これ向かってどんくらい伸びるかね、今後わかんないですけども、まあただ、この17%、34%掛け合わせると、プラス56%なんで、これ56%の会社と評価すべきっていうのが今の感じです。で、しかも、ユーザーのトレンドは下げトレンドっていうか、原則トレンドだし、アープもそんなに力強い感じではないと思うので、アープも多分、ちょっと下がってくると思うので、 まあ、プラス50%前後の会社なんだろうなという感じがします。で、現在のね、PSR とかを見ると、確か30ぐらい行ってたんだっけうん、ちょっとそれ、支えられないと思います、この、この成長力じゃ。うん、支えられないと思います、正直。うん。株価下がってもしょうがないし、あの、これはもう、PSR 高すぎるんで、あのー、これ、しばらく上がらないと思います。うん。今回、株価下がって、次も株価上がんないから下がって、q 3でようやく反転するかもなぐらいの雰囲気だと思うので、 まあ私だったらピンタリスは買わないし、持ってたら売るかなって感じがします。はいまあ、もうちょっとねその、私が今指摘した内容をね、もうすでに前回の動画で出しているので、結構ストーリーどりだったんじゃないかなというふうに思いますあの。決算自体は別にぼちぼちですけども、もうすでに超割高なので、このくらいの決算じゃ株価落ちますよという内容だと思います。でテックは明日が えとショッピファイと、えー、スポッティファイ、そしてアップル、フェイスブック、テラどっか下なんだ、怖いですね、うん。チーズケーキファクトリー、ユナイテッド・レンタルス、コアルコム、サービスナウっていうね、明日も決算続きますね。はい気になりはまあそんなにないですあの。いつも通りこんな感じです。で、えっ、ー、と、今日ね、ちょっと余裕があればライブしようかなと思ってますで、僕もいつもその決算が終わった後、ちゃんと自分で学ぶんですよね。あ、こういう感じかつって。で、それいつも一人でやってる作業なんですけども、まあ、もし時間があるっていうか、僕がちゃんとその、 時間が取れるとか、ちゃんとその、ね、9時とか8時とかにそういう状態であれば、マイクロソフト、ピントレス、テスラ、グーグル、MD がね、僕がじっくり決算を読み込むだけの状況をライブでもしようかなというふうに思ってたりはします。でもしやってたらね、ぜひ来ていただければと思います。え引き続きね、こちら、あのー、全投げ専用のノート書いてます。もうちょっとね、いいノート書きますね。もうちょっとなんか、あのー、なんですか、あのー、 投資に関連するようなノートにしようかなと思ってます。はい。サポートでいただけたら非常に嬉しいです。というわけでね、今日は4月28日、FOMC 前に様子見、Google 紙決算、ね、ピンタリス t なんで下落って内容でお届けしました。ちょっとね、総評だけ忘れたんですけども、大場ね、米国の,あの株の決算めちゃくちゃいいです。で、Google もあんだけ爆裂決算、マイクロソフトは若干下げたものの、決算全体としてはよくできてます。なので、これからも S&P、NASDAQ が曇ることは基本的にないと思います。はい。が、えっ、ー、と、 と若干、テックだけに関して言うと、期待を超えるようなものはなかなか少ないので、あのー、やっぱね、一旦 PSR が圧縮するとか、テーパリングのニュースとか、その辺のなんかちょっと、やっぱ、今クォーターと次のクォーターぐらいまで、ね、あのー。 テック全般的によよくすす。るんじゃなないいかとう印象を持ってます Google みたいに、さすがにあそこまですごいの出すと株価上がると思うんですけど、マイクロソフトとか若干ちょっと難聴になるかもしれないですね。なので、これからエサンドピーがなすだか、ずん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 上がるというよりかは、まあ、もう結構かなりスローになるんじゃないかなという印象は持ってます。なので、本当、ポストコロナとかね、テックにしろ、予想を大きく超えたものは伸びていくし、予想通りだったものは、ちょっとまあ横横とって感じなのかなとうう思ってたりします。はい。 ではね、また明日も決戦いっぱいありますんでね、ちょっと時間が最近ちょっとなくなってしまいますけども、ぜひね、明日を見ていただければ嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。